マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤澄香です。あなたは常に眠たくてだるくて、もうなかなか痩せることができない。そしてね、ダイエットしようって思うんだけれども、もうやる気すら出ないと。そんなことないですか？そこでこの動画では飲むだけで睡眠の質を上げて体脂肪を落とす方法がわかるんです。もしあなたがぐっすり眠ることができて、しかも健康的で綺麗に痩せたいなとお考えであれば、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちら、夜寝る前に飲むと痩せる飲み物についてお話ししていきます。話の流れはこちらです。1つ目の項目、痩せるポイントについて、2つ目の項目、夜寝る前に飲むと痩せる飲み物、材料、レシピ、作り方、お伝えしてまいります。まず1つ目の項目です。腸内環境を整えることがイコールダイエットに成功するという、ここがねつながっているわけですね。逆に言うと、腸内環境が乱れたまま、どんなにダイエットを頑張ったとしても痩せませんよっていうことなんです。理由は、あなたの腸内環境のそのバランスを作っている腸内細菌たちがやはりね、とっても大事なんですよね。どういうことかと言いますと、痩せ菌と呼ばれる善玉菌たちがやはりいつまでもね元気で、種類が多くて、あなたの腸でねずっとまあ暮らしてくれるような環境を作ってあげることこそ、やはり根本的な痩せ体質へと生まれ変わることができて、健康的にしかも痩せることができるんです。そのために必要な材料を準備しています。では2つ目の項目です。ダイエットを成功させるためには、あなたの睡眠の質を向上、上げる必要があるわけなんですよね。ここはとても大事なポイントです。どういうことかと言いますと、こちら、トリプトファンという成分が入ったものを食べますと、結論、あなたの睡眠の質が上がって結果痩せることができるんです。その仕組みについて少し詳しくお伝えしていきたいと思います。トリプトファンというのはアミノ酸の一種です。で、このアミノ酸の一種が材料となってセロトニンというね、幸せホルモンが作ることができる材料なわけですよね。で、これが実は夜になるとですね、メラトニンという物質に変わって、イコールそれが睡眠のホルモンに変わるわけですから、あなたはぐっすりと眠ることができて、結果本質的な痩せ体質に生まれ変わることができる材料ということになるんですよね。で、逆にもしあなたが今もうとにかく常にもう眠くてだるくてやる気が出ないとか、もう頑張りたいけど何にもねやる気が起こりません、イライラするっていう場合は、やはり睡眠の質を見直していきましょうね。そのためにはやはり常にあなたが眠くてだるいと、それだけでもう自律神経のバランスがね崩れてしまって、常にこうストレスを感じながら無意識に生活しているわけです。そうするとあなたの体内でコルチゾールというそのホルモンが増えてしまう、どんどんね分泌されていく。ということはどんな恐ろしいことが待ってるかと言いますと、食欲がものすごくね増加してしまって、もうとにかくもう食べても食べてもやめられない、止まらないっていう、そういったね食欲が増加してしまう原因に実はなっていたんですよということなんです。なのでね、もしあなたがもうなんでこんなにねもうダメって分かってるのに食べちゃうのっていう場合は、ここ睡眠を見直していきましょう。ではここで睡眠の質を上げるために、元となるセロトニンをどうやったら作れるのかということですよね。おさらいです。トリプトファンとプラスビタミン B6 を含んでいるものを寝る前に召し上がっていただくといいわけです。そうすると質のいい睡眠が手に入って、その間成長ホルモンがちゃんと作ることができる、イコール痩せホルモンが増えるということでね、寝てるだけでその間に痩せホルモンができて、あなたは日に日に痩せていくことができるという結果を手に入れることができるわけですよね。その時にやっぱり例としましては、その睡眠のねホルモンにこう転換される時の時間というのがあるんです。例えば朝起きて朝日を浴びてからだいたい15、6時間経った時に、そのトリプトファンがね元となるそのセロトニンから睡眠ホルモンのメラトニンに変わるまでがありますからね。だいたい例えというのは、もしあなたが朝7時に起きたとしましょう。そうするとだいたい15、6時間経ったのが夜の10時から11時までの間には寝てしまうと、ちょうどそのタイミングで睡眠のホルモンのそのメラトニンがね
セロトニンからこう変わっていく時間帯ですか、もう一番睡眠の質がいいわけです。で結果あなたは成長ホルモンが出て、まあ、痩せることができますよということと、この睡眠ホルモンが出ることでですね、やはりあなたの暴走する食欲を抑えたり、また脂っこいものが欲しくなるね、ホルモンも出にくくなるというね結果がありますから、ぜひこの時間帯で眠れるように、プラスその時間帯のちょっと前にこのトリプトファンとビタミン B6 を含んだものを飲むだけで、こういった状態を作ることができるんです。ではここから一体その睡眠の質を上げるために、痩せるために必要なトリプトファンとビタミン B6 が同時に取れてしまうものって何でしょうかということで、こちらになるんですね。ズバリ大豆製品になります。もう大豆製品を取ることで、先ほどのねトリプトファンがもういっぱい含まれている、プラスビタミン B6 も一緒に取れてしまうのがやはり大豆製品なんですね。ですから日頃から、まあ、朝から召し上がっていただくのももちろんいいですし、夜寝る前、ベストはだいたいそうですね30分前ぐらいには飲み終わっておくというのがベストなんです。なので今回使うのは大豆製品からできている豆乳、しかも無調整豆乳を使った飲み物を最後にご紹介してまいりますので、ぜひお待ちくださいね。でプラス実はですね、中には睡眠の質が悪くなっている方、しょっちゅう目が覚めてしまうとか、歯ぎしりがあるとか、もう何度もねこうストレスとかも悪夢、夢見が悪くてでも目が覚めてしまう方っていうのは、もしかしたら寝てる間に低血糖になっている可能性が高いですよね。そうなってしまうと眠れないわけです。でその時に大活躍してくれるのはこの蜂蜜の効果なんですね、まあ、こちらにこう述べたようなダイエット効果あるんですけれども、まあ、今回は睡眠にちょっと焦点を当ててねお話ししてますので、まあ、フォーカスは出てるわけですが、まあ、蜂蜜を使うことで寝てる間の低血糖をね防ぐことができるんですね。なぜかというと、蜂蜜を寝る前に取ることで緩やかに血糖値の上昇をね作ってくれるから、まあ長持ちするっていった感じでしょうかね。そういったのをセットにすることで、あなたはますますぐっすり眠ることができて、成長ホルモンができて、結果痩せることができるということになるんです。ではここから2つ目の項目です。夜寝る前に飲むと痩せる飲み物の材料と作り方をお伝えしていきますね。こちらです。豆乳蜂蜜ドリンクになります。材料1人分です。このような無調整豆乳を1カップイコール 200ml 準備してください。そして蜂蜜はできればこういった国産の蜂蜜ですねを用意してください。純蜂蜜です。どちらも無添加のものを選びましょうね。そして耐熱用のマグカップを1個用意してください。そしてここから作り方、もう簡単です。耐熱用のマグカップにこの無調整豆乳と蜂蜜を大さじ1杯入れてよく混ぜて、電子レンジでレンチン、ちょっと温めて飲んでいただく、もうこれだけを夜寝る前30分前までにはほっとねほっこり飲んでいただいて、先ほどのダイエット効果をゲットした状態でね眠りにつくと、こういった夜をお過ごしください。さあいかがだったでしょうか。今回の動画まとめは、まず腸内環境が整う材料を使うこと、そしてプラスあなたの睡眠の質を上げること、そのためにはトリプトファンとビタミン B6 を同時に含んでいるもの、大豆製品、まあ、今回は豆乳を選びました。それを毎夜飲むことで、先ほどのお伝えしたダイエット効果を得ることができますよってことでしたね。さあこの動画のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。